毎度フローターパイロットのヒロボーです。今回はクラミノのテストを行いたいと思います。もう霜が降りている季節ですが、どんどんテストしていきたいと思います。それではヒロボーテストを受けます。テストの順番はまずこの65ミリタイプのラウンド型、そしてスクエア、ラウンドのロング、コフィンリップ、そして次に全長100ミリの分ですね、こちらのラウンド、スクエア、そしてロングのラウンドにコフィンリップの順番でいきます。それぞれ1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番の順で行ってます。そして編集の時に気づいたんですけども、少しチラチラ感が出ています。ごめんなさい。それでは1番ラウンド型のあなたの泳ぎ見せて。浮き姿勢です。ドボーンと行ってから、あーいいですね、キラキラキラっと、そして浮いてくる、着水してから、あいい感じです、ベリーグッドでしょう。それでは2番 7g スクエアリップのあなたの泳ぎも見せて。浮き姿勢です。それでは着水ドーンとしてから、プルプルプル、おいいですね、いいですね、プル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 っといいと思います。それでは3番 7g ロングラウンドリップのあなたの泳ぎも見せて。浮き姿勢です。それではダボンと落ちてから、あいいですね、ぐるぐるっとちょっと左に行こうとしますね。ルアーが左に行こうとするときはこのラインアイをつまんで右に倒します。そしてまっすぐな場所を見つけます。そしてルアーが左に行こうとするときはラインアイを右に倒します。そして潜らしてもブルブルしないときがあるんですけども、ブルブルしないときはこのラインアイをこっちに曲げたりこっちに倒して調整してブルブルするところを探します。ラインアイを修正して、こんなもんでしょう。もうロングリップは難しいですね、やっぱりバランスが。これぐらいにしときたいと思います。それでは4番コフィンリップ型あなたの動き見せて。浮き姿勢です。それではドーン、これはえらいタイトなロールですね。これはこれでいいんじゃないでしょうか。スローに上がってきます。ドン。それでは5番の 13g 10センチタイプのあなたの泳ぎ見せて。浮き姿勢です。ドン。そしておほほ TK。動きがめちゃめちゃでかいですね。このルアーに反応してくるバスもいるでしょう。6番 13g スクエアリップのあなたの泳ぎ見せて。浮き姿勢です。それではドーン、着水してから、おおこれもよく似た泳ぎですね。手からの、おおいい感じです。それでは7番 14g ロングラウンドリップのあなたの泳ぎ見せて。浮き姿勢です。それではドボーンってから、あいいんじゃないでしょうか。これは早い、起き上がりが、浮き上がりがとても早いです。ドーン。8番 15g コフィンリップのあなたの泳ぎ見せて。浮き姿勢です。それではドボーン、着
水してから、あ、いいですね。明滅がはっきりしてます。うん、釣れそうですね。今回はスイミングテストでした。やっぱりこのロングですね、深く潜る分がどうしてもバランスが難しいです。この5番と6番のラウンド型とスクエアの分が少し暴れてたので、もしかするとこのリアフックにラバフですね、シリコンラバーを巻いたものをつけて泳ぎを抑えてみようかなとも思ってます。あとは大体良かったと思います。それではご視聴おきに。